どうもこんばんは、 NM です。今回解説するのは隻眼の王。東京グールが連載されていた当時はその正体が明かされるまで数多くの読者が様々な予想を立てていました。今回は無印の頃から多くの伏線を張り巡らせ、 RE で衝撃的な展開で読者を驚かせた隻眼の王について紹介していきます。隻眼の王について、グール集団青霧の木を率いているのが隻眼の王です。このことから当時はアンテイクの店長吉村の娘、隻眼のフクロウである吉村エトが隻眼の王最有力候補として挙がっていました。しかし吉村店長の王なのであれば違うだろうという発言もあり、エトが隻眼の王である可能性は低いのではないかとも考えられていました。エトが隻眼の王ならば女性なので王ではなく女王のはずだからです。隻眼の王の正体は主人公の金季節など様々な憶測が飛び交いましたが、隻眼の王の角眼は右目にあると考えられていました。東京グール6巻で隻眼の王と描写されている骸骨の目は右目だけが描かれていたからです。そして同じく6巻で青霧に捕らえられた金木がタタラに無理やり角眼を確認された時、こっちは左かと言われていることから、青霧の木のボスである隻眼のグールは右目が角眼であると考えられました。金木は左目が角眼であることから、この時点での金木兼隻眼の王説の可能性は低くなりました。フクロウ討伐作戦では滝沢とアモンの前に現れたタタラが邪魔だ、王が通ると発言しているシーンがありますが、エトはその時屋上で CCG と戦っており、タタラとノロがいる場所へ向かうことは不可能だったため、エトが隻眼の王である可能性はまた低くなりました。有力だったのが隻眼の王有馬起生説です。無印東京グール13巻の表紙は有馬起生でした。よく見てみると有馬の眼鏡は右目だけに血がべっとりとこびりついており、まるで隻眼を表しているようです。この頃から隻眼の王は有馬起生であると話題になっていました。そして表紙を飾ったのが単行本13巻ということから、キングを表す13に有馬が起用されていたことも隻眼の王と考えられる一因となりました。ですが結局無印東京グールでは隻眼の王の正体は明かされず、続編である東京グール RE でその正体が判明することとなります。正体、隻眼の王の正体、それは有馬起生でした。有馬は CCG の特等捜査官であり B にも所属、そして白尾亭出身の反人間でした。反人間の特徴は身体能力が高く寿命が短いこと、加えて体は常人よりも早く老いてしまうため、若くして右目に緑内障が発症し、ほとんど視力を失っています。有馬は自分に残された時間が少ないことを悟っていました。そこで自分が持つ隻眼の王を継承させる相手を探していました。実は有馬と吉村へとは協力関係にあり、この歪んだ世界を変えるべく、有馬起生を殺してグールたちの希望となることができる存在を探していました。そのため有馬は常にグールたちの最大の脅威であり続けました。そして無印東京グール最終巻ルート V14 で金木と戦った際に、イグザの防御壁を損傷させた金木に可能性を見出し、隻眼の王を継承させるために捕獲します。グールの脅威であり続けた自分を殺させ、隻眼の王を継承させるべく金木剣である佐々木ハイセを自らの手で育てます。そして東京グール RE8 巻で有馬に勝利した金木剣に隻眼の王を継承しました。そして隻眼の王が有馬起生を殺したという事実を残しました。有馬とエト、グール捜査官の有馬とグールのエト、最初から協力関係だったわけではなく、かつては敵対していました。CCG を何度か襲撃していたエトですが、黒岩特等のクイーン家による一撃で各方に致命的なダメージを負います。そのまま逃亡しますが、有馬に追い詰められたエトは、このクソったい世界をめちゃくちゃに直してやりたいんだよ、と言い、
その言葉を聞いた有馬は微笑み、江戸の考えに賛同。そこから協力関係になりました。この世界を変えるため、江戸と有馬は協力して青霧の木を立ち上げ、石岩の王という存在も作り出します。つまり有馬は裏で青霧の木を率いていた存在であり、角岩ではないものの右目に緑内障を患っていることから石岩でした。無印の頃より明かされていた石岩の王の特徴に当てはまるわけです。グールたちの最大の脅威であり続けた有馬気象。そんな有馬気象を殺したグールが存在すれば、必ずグールたちの希望になる。有馬気象を殺して真の石岩の王を作るという目的のもと、二人は共に暗躍していました。グールと人間の未来を願い、二人が長年温めていた石岩の王という王座、それは金木剣へと受け継がれました。ずっと嫌だった。奪うばかりの人生が。B の雑用係として捜査官を務め、多くのグールを殺してきた有馬。しかしそれは本意ではなかったのです。やっと何か残せた気がする。有馬気象を殺したグールたちの希望。石岩の王、金木剣という存在を残して、有馬は息を引き取りました。フクロウ討伐作戦。無印東京グールの終盤、フクロウ討伐作戦では、有馬とエトが協力していた描写が多く描かれています。フクロウを倒した CCG のもとに、突如現れた石岩のフクロウ。あの巨体で移動すれば、地上の捜査官に簡単に見つかってしまいます。かといって地下を通ろうものなら、地下を防衛している有馬気象に見つかってしまうでしょう。では、どうやって移動したのか。フクロウ討伐作戦で有馬及び有馬率いるゼロ番隊に与えられた2つの役目。一つは地上で傷つき逃走したグールを地下で迎え撃つこと。もう一つは石岩のフクロウが地下から侵入した場合、交戦しこれを撃ち取ることでした。フクロウと CCG が交戦している場所は、地上の包囲網の中を通るか、有馬が防衛している地下、ルート V14 を通るしかありません。そう、有馬と協力関係にあった石岩のフクロウこと吉村江戸は、有馬が防衛している地下のルート V14 を経由して、突如 CCG の前に現れたのです。その後、ゼロ番隊と共に到着した有馬気象は、たった一人で石岩のフクロウと戦闘を行います。その戦闘中に不自然な吹き出しがありました。吹き出しには言葉こそありませんが、有馬は何やらつぶやいている様子で、謎の間があり、石岩のフクロウとアイコンタクトを交わしているような描写のコマ配置になっています。ちなみにテレビアニメ東京グールルート A では、有馬が石岩のフクロウとの戦闘中に喋りかけている描写がはっきりと描かれています。そして江戸はそのまま吉村店長を飲み込んで逃走。一応有馬も追いかけるふりをしますが、これはわざと見逃しています。ちなみにこの有馬 vs 石岩のフクロウ江戸が描かれている東京グール142話のタイトルは演技でした。これは演技であり、有馬と江戸は戦っている演技をしていたということになります。有馬と江戸は最初から協力関係だった。これを理解した上でもう一度142話を読んでみると、江戸のセリフはすべて演技の上でのセリフだったと腑に落ちるでしょう。タイトル。石岩の王の正体が明かされる東京グール RE。連載開始当初はこの RE というタイトルはそのままの意味で再びや新たにのようないかにも東京グール第2部スタートのような意味で読者は捉えていました。しかし東京グール RE8 巻で金木が有馬から石岩の王を引き継いだ後、 RE は丸太語で王を意味すると明かされます。ということは東京グール RE の意味は東京グール王、そして RE の前にあるコロンの記号は片方だけが赤くなっていることにお気づきでしょうか。このコロンの2つの点は目を表しており、片方だけが赤いということは角眼で石眼。つまり東京グール RE は東京グール石眼の王
というタイトルだったわけですね。はい、ということで今回は石眼の王についての考察伏線等を解説させていただきました。いかがだったでしょうか。東京グール第2部メインテーマだった石眼の王、いざ原作が完結して一から読み返してみると江戸と有馬の見え方も大きく変わってくるのではないでしょうか。あと、まあ、全然関係ないんですけど、僕追い詰められてボロボロになった江戸の表情が好きなんですよね。いやマジ全然関係ない俺の勝手な性癖なんですけど、はい、ということで、今回は石眼の王についての解説でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。